突然だけど自分が何のために生まれてきたのかって考えたことある？え、また突然だね。考えたことないな。人生の目的ってことになると思うんだけど、それを知って生きるのと知らずに生きるのでは人生の意義が違ってくると思うんだよね。哲学的な話だね。突然どうしたの？今度のモーニングセミナーのテーマが何のために生まれてきたのかだったのよ。それでいろいろと考えてみたってわけ。なるほどね。講話者の山城彩香さんってどんな人なの？山城彩香さんは海が一望できるサロン神美という癒しサロンで体と魂が喜ぶヘッドヒーリングスパを提供したり、リゾートウェディングの司会などをしてるそうよ。サンゴ礁の再生プロジェクトにも関わっていて、美しい地球を次世代につなげるための活動もしてるって。とてもアクティブにいろんなことをやってるんだね。すごいな。彼女はどんな未来を描いてるのかな？出会う人を幸せにするために全国を回って講演活動をするのが目標だそうよ。自分が生まれてきた意味を知ることで人生が光り輝いてくるのね。セミナーが楽しみだな。絶対参加するよ。10月20日金曜日朝6時、お待ちしております。